それでは日本代表選手団メダリスト記者会見を始めさせていただきます。登壇しているメダリストをご紹介いたします。スケートボードストリート女子金メダリスト西矢椛選手です。同じく銅メダリスト中山楓奈選手です。はじめに各選手よりメダル獲得から一夜明けての感想をお願いします。まず西矢選手お願いします。やっぱり優勝できて嬉しかったです。はい、ありがとうございます。続きまして中山選手お願いします。嬉しかったです。富山の北日本新聞の中島と申します。中山選手へのちょっと質問になるんですけれども、昨日の段階ではまだメダルを取った実感がないというお話だったんですけれども、まあ、今日になってその実感は湧きましたか？あと、もし湧いたとすればどんな時にその実感を感じますか？まだ湧いてないです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他会場からいかがでしょうか？それでは、はい、チャットの方にご質問をいただいております。産経新聞の石川さんからのご質問です。こちらで、代読で質問をお願いしますということなので読み上げさせていただきます。西矢選手への質問です。西矢選手、最年少の金メダルが決まった瞬間、いつもの笑顔から涙が溢れました。どんな気持ちになったのか改めて教えてください。お願いします。嬉しすぎて涙がこみ上げてきました。それから続いてもう一つ質問がありまして、世界から強豪が集まる中でトップに立てた理由は何だったと思いますか？家族や周りの人が大丈夫だよって支えてくれたから1位になれたと思います。ありがとうございます。お二人に伺います。今まあ夏休みというところもありますけれども、金メダルのご褒美、今何か考えていることがあれば教えてください。焼肉です。あ、中山選手お願いします。漫画を買ってもらいます。西矢選手に伺います。岩崎選手は今まで生きてきた中で一番幸せですというふうに最年少の金メダルを表現されました。西矢選手のお言葉でこの金メダル、どんな金メダルでしたか？まだ一番かは分からないけど、今のところはやっぱり一番いい思い出だし、もう一問だけお願いします。お二人に伺います。スケートボード、特に西矢選手は以前日本ではそんないいイメージをまだ持たれてないというふうな発言もされていらっしゃいました。ここからスケートボードをどんなスポーツにしていきたいというふうに考えていらっしゃいますか？じゃあ西矢選手からお願いします。もっといろんなパークが増えて、ストリートでも人にぶつからない程度に滑れるようにしてほしい。中山選手お願いいたします。ちょっと難しいです。ありがとうございました。はい、それでは他ご質問いかがでしょうか？その、前列の T シャツ、白い T シャツの、朝日新聞の加藤です。今朝からもですね、ラスカルの話ではすごく話題になってますけれども、中山選手、これ聞かれている理由はどういうところになるんでしょうか？テンションが上がるから聞いています。西矢選手はこう試合中であったり普段聞くような曲っていうのはありますか？試合中とかは歌とかは聞きません。もう一点、
昨日一緒に戦った、西村選手、残念ながら、8位で結果に終わりましたけれども、2人にとっては、先輩でずっと、日本の女子のスケーターを引っ張ってきた存在だと思います。2人にとって、西村選手、どんな存在か教えていただけますか。いつもみんながやらないところで違う技をやったり、でかいレールとかでもすぐに入って練習とかでも攻めてるところがかっこいいと思います。ハンドレールで自分の得意な技をきれいにメイクしているところがすごいと思います。昨日メダルを獲得した後は何か声かけられましたか。おめでとうっていろんな人たちに言ってもらいました。ありがとうございます。ありがとうございました。他いかがでしょうか。ラジオ局の日本放送の飯田と申します。お二人おめでとうございます。お二人とも学生さん、中学生と高校生だと思うんですが、すみません、下手な質問で恐縮なんですが、夏休みの宿題って出てますか。どのぐらい進んでますか。それからネットでこれだけいいことやったんだから免除したりやっていうような指摘もありますけど、その辺どう思われましたでしょうか。お願いします。それでは中山選手からお願いします。宿題はみんなと同じ量出て、別に無理しなくてもいいよって先生からは言われているけど、宿題はするもんだからちゃんとやろうと思います。ありがとうございます。中山先輩、すいません、西矢選手お願いいたします。夏休みの宿題出てるかわからないです。それは練習に集中してたからっていうことですか。はい、そうです。ありがとうございます。ありがとうございます。ではここでオンラインの質問を入れさせていただきます。オリンピックチャンネルの田中さん、お願いいたします。でしょうか。はい、お願いいたします。はい、ありがとうございます。オリンピックチャンネルの田中と申します。お二人とも金メダル、銅メダル獲得おめでとうございます。質問はですね、2つあります。西矢選手13歳金メダル、中山選手16歳銅メダルという年齢でオリンピックメダル獲得ということをたくさん取り上げられていますが、ご自身ではどのように感じていらっしゃいますか。すみません、失礼しました。中山選手、お願いします。スケートボードに年齢はあんまり関係ないと思うので、3位は嬉しかったです。西矢選手、お願いいたします。もう一回質問をお願いします。もう一回質問をお願いできますでしょうか。田中さん。はい、西矢選手13歳で金メダルということが日本中で取り上げられているんですけれども、ご自身ではその快挙についてどのように感じていらっしゃいますか。13歳で金メダル取れたのは嬉しいけど、中山選手が言った通り年齢はあまり関係ないと思います。ありがとうございます。もう一ついいですか。はい、お願いします。ありがとうございます。お二人、西矢選手と中山選手にとってスケートボードとはどんな存在ですか。海外の人やいろんな国の人と仲良くなれるものだと思ってます。
中山選手お願いします。スケートボードは生活の一部になっています。ありがとうございます。それではお時間の関係で次の質問で最後とさせていただきます。オンラインで、のご質問です。読売新聞の谷さんお願いします。もしもし聞こえてますでしょうか。はい、大丈夫です。あ、すみません、中山選手にお伺いしたいと思います。昨日試合の地元富山で、いろんな人がパブリックビューイングで試合を見て声援を送ってました。今メダルを獲得した今ですね、地元の富山の人に何かメッセージお願いできますでしょうか。応援ありがとうございました。